はいどうもポテトンです。今回はですねライフアフターの毎日すること日課についてお伝えしていこうと思います。まずログインしましたらですね右上の福利というところを押してください。ここで、ログインボーナスを受け取ります。ログインボーナス2つありまして、まずは1つ目、月間ログインの方ですね。こちらの今と書いてあるところをタップして本日のログイン報酬を受け取りましょう。で受け取りましたら次はですね下から2番目ログイン報酬というのがあります。ここで、連続ログイン報酬の方の、本日のところをねシールペロッとめくれているところをタップして剥がして受け取ります。でそれが終わりましたら一旦この画面を閉じてください。で次はですね家具や買取イベントというのを行います。これに関してはですね、時間が限定されておりまして、朝のね11時からお昼の2時までと、夕方5時から8時までの間しかできません。ですので、時間の余っている方についてはぜひこれをやるようにしてください。でここでもらえるねアイテムなんかも結構いいものがもらえますので、お金ももらえますのでね、ぜひとも時間がある方はやるようにしましょう。でこのやり方なんですが、ひとまずねヘリに乗ります。でハッピー101に行きましょう。でこんな感じでねハッピー101に到着しましたら、場所のわからない方はねひとまず地図を開いていただきまして、ちょっとアップにしますね。このハンマーのマークがあるとこ、ここですね、ここに向かいます。ここに向かうとですね、開催中であれば、こんな感じでね、枠が白く光っていて、ここに荷物を届けるというイベントになるんですが、すぐねこの近くに、ここですね、この上にこれですね駐留建材というのがありますが、これをねただそこへ運ぶだけという、とても簡単なねデイリーミッションになっています。で中量だと1回で2個数字がね入りますので、中量だけであれば15個運べば無事達成と。で左にねちょっとちっちゃいのが見えますが、こっちが少量建材、こっちだと、1個しか埋まらないので30個という形になります。でこれがやることの3つ目ですね。でこれを達成していくとまたね、クエスト報酬がもらえます。で最後にこの賞金クエストですね、あとはこれをやっていきます。これについてはね時間もたっぷりと24時間ありますので、基本的には朝の3時になれば更新されますので、それまではじっくり時間をかけてできます。一旦ヘリでホームに戻りましたら、もう一度ヘリに乗りまして、今度はね秋の森林に行きましょう。で到着しましたら、家のそばにあるね掲示板をタップします。この右側にあるこれですね、この掲示板をチェックするとこんな感じでね、受注できるクエストが4つあります。で1日4つまでね受けれますので、
まあ、めんどくさい方はもう全部ね、まとめて受注すればいいかと思います。あとは受けたいクエストを選んで、受注というボタンを押していきます。あとはね、これをクリアすれば書いてある報酬がもらえまして、まあ、無事ね、デイリーミッション、一日の毎日ね、できること、稼げるものはこれで全て完了ということになります。で、これが終わりましたら、あとはね、ストーリーミッション等をやって、まあ、進めていけばいいかと思いますのでね、ぜひ、まだね、ちょっと始めたてでわからない方なんかは参考にしてみてください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。では、またねー。